吉田さん、なんかね、うまい話ってたまに転がってるんですけども、私のね、視聴者さんからね、ちょっとお知らせいただいた、そんな話があります。それはね、楽天リボなんですよ。リボ払いって通常、あの、最も損する払い方だからダメだって言われてるじゃないですか。そこに隙間があったんですよね。というのがね、楽天の、お買い物、ね、楽天で買い物じゃなくてもなんでもいいんですけども、楽天でリボ払いを選択したときに、3万円の支払いを1万円ずつの、 支払いつまり3回ちょっとですかねリボ払いに設定するとなんとですね2,000ポイントバックされるらしいんですよでそれに対して3万円をリボ払いの1万円に設定した場合の手数料は750円なんですよねまあ3万円を3か月間で支払う1万円ずつね750円の利息っていうのも結構ね高いもんですけどもでもそれに対して2,000ポイントバックされるってことは1250円儲かるってことなんですよね いや、これ私試したわけではないんですけども、その検証した計算式とサービスのありようをですね、送っていただいて、確かにと思ったんですよ。いやね、リボ払いでこれね、1250円ずつ儲けることができるなというね。それをだから、3ヶ月ごとに使ったら、1250円がね、年間で ×4 入るんで、まあ5000円ぐらいになるかなと。うん。ガソリン1回入れられるかなっていう人もいるんじゃないかなと思うんで、今回、ちょっと小ネタとしてね、お話ししたいと思いました。 いやでもこれね楽天にしてみたら1万人とか10万人の人がこのやり方使われるとかなりの損害出ると思うんですけども楽天ってどうなっちゃってるんですかねなんか経営状態危ないらしいですけどねうんいってらっしゃい